Welcome to Okinawa Men, Soul Okinawa. Hi, Sai, Usu Yochu Garabira. Ueta Takenobu Yaibin. 暑いですね、毎日ね。本当にあっという間に7月になりました。沖縄は梅雨も明けました。明けまして、はびまして、梅雨ですけどね。最近ちょっと嬉しいことを超えて、ブログを投稿すると、0回で再生してます、しましたとか、そんなことに嬉しいコメントが入ります。そんなコメントが入ると動画が1日1万回再生されるよりも嬉しいですね。そんな人がいるとですね、今日はですねちょっと今日の YouTube は Vlog 風にブログ風にちょっと投稿したいと思います。沖縄好きな人たちが非常に多いのはもう承知してますし、こうやって私も三線広めたいということで、発信してますから、全国に海外にもたくさんの友達がいます。でそんな時にですね、私が何気に沖縄の人の、沖縄生まれ沖縄育ちの私が当たり前のことが沖縄ファン、沖縄好きの皆さんには、当たり前じゃない非日常的な、空間というか自然というか食べ物というか、そういうのが文化というか、そういうのがすごい楽しみなようですね。今日ちょっと感じたこと、沖縄の人たちってよくアイスクリームよく食べてるイメージがあると思うんですよ。実は沖縄の人ってアイスクリームあまり食べません食べてはいるんですけど、全国にしてみると沖縄の人はあまりアイスクリームを食べてないようです。なるほどなと思うことがあります。例えば夏になると沖縄の人たちはアイスクリームというよりもかき氷っていうかぜんざいですね、小豆が入ってるぜんざいをよく食べます。だからアイスクリームを食べるよりもぜんざいを食べるというイメージですね。しかもドライブスルー感覚で、私たちが学生の頃からもう40年前から50年前からいや55年前ぐらいからそんな感じでしたからね、今もその、習慣は変わってないですね。そんな時に、名護市にですね美味しい沖縄食堂、ぜんざい屋さんがあるんですね。その名は東食堂というんですけれども、そこは私よく行くんですね。そこもよく行きます。まだ美味しいぜんざい屋さんがあるんで、わざわざそこまで行くぐらいぜんざい上部ぜんざい好きなんですけどね。今日買い物してたらふとぜんざいバー、写真出しましょうかね。この辺に写真出しましょうかね。ぜんざいバー東食堂という、そのネーミングにちょっと誘われて買いました。金額は見ないで買ったんで、多分100円ちょっとぐらいですかね。待ちきれずにもう車の中で食べたら、これまた美味しい。いやー、沖縄のぜんざいの有名店と美味しい店と、確か明治乳業、明治沖縄の明治の乳業だったんでしょうかね。明治牛乳ごめんなさい、わかりません、確認してませんけど、そこのとコラボして、あ、こんな美味しい商品ができるんだなと、ふと感じました。そんな思いで、これは三線、これは夜間、これは夜間、三線と夜間をうープンって言うと夜間三線になりますしね、お茶も入れられるので、お茶も入れられるので入れることができるので、おもてなし三線にもなりますしね、そんなことをちょっと、今日はなんかいろんなことを感じましたね。まあ、ぜんざいの話はそのぐらいにしておいて、この三線ちょっと最近すっかりちょっとハマってますね。夜間になると弾きたくなる、なぜか夜間三線で、これがですね、ライト加減では光がピコーッと光るんですよね。この感じがいいですね。ピカッと光るのが好きですね。これいろんなバージョンアップがこれからバージョンアップしようと思うんですよ。まず、電気を消してもなんか、ピカッと光るように薬を塗料でも塗りましょうかね。でそしてこれ、三線にギターの弦って NG だと思うんです。これはギターの弦を張ってます。ギターの弦を張ってるから、こんなことができるんですよね。で、この前はアーム
トレモロアームをちょっとつけて試してみたり、いろんなことが簡単にちょっとできるので、これちょっとアンプもちょっと内蔵したりとか、スピーカー内蔵したりとか、エレキ風にちょっとしたら、エレキエレキ風にしたらちょっと面白い三振に化けるような気がします。ちょっとこのなんていうかな、電子音に近いような音なんで、やっぱり冷たいというと温かい音ではないんですよね。なんかちょっと摩訶不思議な音色ですね。ちょっとこの曲に合う曲、この音色に合う曲はやっぱ早弾きかなと思って、ちょっと久しぶりにちょっと今日から冷やみかち節を練習し始めたらですね、弾けないもう1年以上弾かないと弾けなくなるもんだと思いましたね。こんな感じですね。特にこの辺がもう指が動かなくなってます。手がちょっと動かないですね。これをちょっといろいろと進化させて、今まではどちらかというとソフト面、三振の楽しさ、心の豊かさっていうかね、物の豊かさから心の豊かさを求めてくる時代になったなってちょうど感じる50歳の時に、そんなことをよく語ってましたけど、今度はソフト面じゃなくてですね、ハード面、見た目で三振って楽しそうっていうところの提案をしていきたいなと思いますね。そんな風に思ったら、タンバリンと三振、タンバリン三振をちょっと作ったんですよ。これは商品化して、欲しいっていう人がもういるので、いろいろとそれもバージョンアップしてやってみたいなと、思います。弾いていて楽しいです。でこの夜間三振をもっと進化させて、進化させてもっとハード面で楽しいっていうのを伝えていきたいなと思います。あ、これこんな感じですかね。ちなみにこれをこうやって飲むのを口中かっていうんですよ。こう口中か、こうやって飲むのを口中か、懐かしい言葉を、思い出しました。そんなことで、ちょっとこれからの YouTube ブログ風に Vlog 風に投稿してみましょうかね。今ワンちゃんが1,2,3,4,4 万個私のこの近くで寝てます。ここにちょっと映ってるのはカムちゃんです。カムカムカム、おやつもう、ね、騙されないですね、起きませんねおコムちゃん、コムちゃんいたの、コムコムコム、はいコム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 、はいコムちゃんです。三振とそっくりだけど三振ではありません。コムちゃんです、コムちゃんです、またやーさーい。サンバサンバサンバ、おいお前、ほとんどカメラで映ってないから、サンバ、サンバ、たまにはサンバ顔出しなさい。サンバでーす。またやーさーい。バイバーイ。
Welcome to 沖縄メンソーレ沖縄ハイサイコスミオ中華の皆、今日は名護市にあるロック何でも屋、いろんな楽器からいろんな、機材何でも売ってます。いつもお世話になってます。今日は店長に三振だけど鉄には鉄ということでギターの弦に変えました。そしたらいい感じになりました。そしてニューバージョンタンバリン三振、イエーイ。でちょっと音を、聞いてもらいます。スイッスイッ、止まった。